いやー、ケンジョさん、ケンジョさん、すいません。今日は何が機嫌がいいかって一言言わせてよ。角川が逮捕されたからですよ。ミノワの言う通り、俺は17年間、角川つぶひこという人の、まあ、下にいたわけだよね。めちゃめちゃ。角川さんだ。そうよ。そうです、そうです。これ面白いよ。それで、もう、俺は、あんな、なんていうのかな、姑息な人はいないと思って。そうなんすか。めっちゃ面白い。これ多分明日記事になるよ。7.5 で、全部、なぜ彼は逮捕されるかっていうのを、もう1週間ぐらい前からずっと書いてんだよ、はい、でちゃんと今日逮捕されたので、はい、これも嬉しいねすごくそうなんですよ。いやこれ明日記事になるでいいっすかこれ。でもケンジョさんちょっと聞きたいんですけど、あのつぐひこさんがそこまで罪の認識があってやったことなんですかね。罪の認識はいやっていうのはまあ、非常に暗い権力欲のある人なので、はい、オリンピックのスポンサーになりたい。これビジネス的に考えたら別にそんなメリットないよ。全くそうですよね。ただなんとやっぱり自分のブランドを強化したいと。まあだからあの週末にかけての権威欲ですよね。権威欲だと思います。なんつったらいいのかな。もうとにかく角川春樹という兄貴はひまわりのような人なんですけど、ちょっと神がかってて、ちょっと神がかっててついていけないところはあるんだけど、つぶひこさんっていうのはもう本当に霞そうで、うん、何をやってもなんかじとーっと暗いのよ、うん、だから暗い権力欲があるんで俺だってっていう。なるほど。それが週末になって焦燥化してしまったってことですね。うん、じゃあそうなんですね。それで今テレビで検討視線をオリンピックで東京五輪で検討視線を使ってくれっていうのを角川つぶひこがパフォーマンスしてるのを見てたんだけど、はい、検討士の格好して、うん、出てきてなんか挨拶してんだけど、その映像を見てて何これと思って、もう本当もうなんていうのかな、みっともなくて、もうよくこんなことしてるなと思って、はい、昔の遣唐使の格好して出てくるんだけどさ、なんかもう様になってないなんてもんじゃなくて、もうこの人っていつでも様にならない人だなと思って。つぐひこさんは賢者さんどっかで書いてたし、僕も話聞きましたけど、なんか賢者さんが角川に所属してた時に売れっ子で作家が、うん、後書きとかに賢者くんのおかげでこの本ができましたっつったら、削除しろって言ったんですよね。削除 しろとも言われ、呼ばれて何回も呼ばれて、お前は名前が売れすぎてると、うん、俺なんかミノワが名前が売れれば嬉しいわけよ。すごい、YouTube で電話かけてくる。すごくないですか。ちょっと待って、大丈夫ですかこれも。近所さんは優しいのよ本当に。近所さんは優しいオブザイヤーだから。ちょっと一個だけすみません。ちょっと待って、最後まで喋ろそろ。すみません。怒られてるよ。話を聞け。ね、それで。とにかく編集者は黒子に徹しろと、はい、でお前は名前が出過ぎだ売れ過ぎだと、うん、でとにかく良くないと何度も怒られてんだ俺。意味わかんないですよね。売り上げ上げてんのにですよね。俺が望んで名前売ってるわけじゃないですよ。勝手に皆さんが名前を書くし、勝手になんか取材に来る人たちが俺に来るだけで、うんうん、別に意図的に俺は名前を売ろうとか有名になろうとか思ったことなんかないですよ。角川のために一生懸命働いてただけで、で名前が売れてくると、見るのは分かると思うんだけど、編集者として仕事はやりやすくなるわけよ。はいはいはい、案件が集まりますからね。どう角川のためにだと、俺前角川のそうね、年間のベスト
売れたベスト10の中の6本ぐらい俺がやってたからね。だから、なんで俺はこんなことで怒られなきゃいけないのかといつも思っていましたよ。でだけど彼が、カドッカーの、専務とそれから2021年室の室長が逮捕される1日前に、はい、TBS と毎日新聞が代表で代表取材インタビューっていうのを受けてたのね、うん、メディアの、うんうん、もうそこで言ってることはよくこんな白々しい嘘をいっぱいつけるなってぐらいなもう嘘ばっかりだったんで、嘘ばっかりってのは俺分かるよ、それは17年角川にいたんだから。僕は知らんっていうのは嘘なんすか。嘘は全然、もう自分は決定権がないとか、もうデタラメもいいとこだし、うんと、もう賄賂の認識がないとか、7600万払ったコモンズ2の深見さんは電通の人だと思ってたとか、なわけのわかんないこと言ってんだよ。もう全部言い訳嘘。すごいっすね。だからいや、継ぐ人最悪っすね、あいつ。いやいや最悪ですよ。で角川の部下が何人もいるわけよまだ。それから新しく知り合った角川の、編集者も今いるわけよ、俺の知り合いで。まあみんな友達みたいなもんですよね。全員が逮捕されたの拍手喝采してるよ。なんか角川にとってはすごい良かったと思うよ。ケンジさんすいません、ちょっと僕一個だけ質問させていただきたいんですけど、はいはい、視聴者の方もコメントでいただいてるんですけど、角川って今後どうなりますか、この未来はどうなると思われますか。いやいや、だから角川つぶこさんは辞任せざるを得ないだろうね。もう有罪になろうと無罪になろうと、まあ責任取ってますよ。あそこまでのインタビューで、あそこまでしらを切って嘘を言って、まあこういうふうになってるんだから、これはもう辞任せざるを得ない、辞めざるを得ないと思うんだよね。これを解任しないかどうかはダメだと思うんですよ。ただ個人として 2% の株を持ってるのね。はい。で、角川文化振興財団が 7% ぐらい持ってるんですよ、はい、株を。で角川文化振興財団の、理事長は角川鶴彦なんですよ。だから彼が 7% の権利を有しているんですよ、議決権を、はい、これがもうほぼ筆頭株主なんですよ。で、その次がドワンゴの創業者の川上が 5% 持ってるんですよ、はいはい、川上さん株を、はいはいはい、ね、でまあ最初はドワンゴとの合併っていうのはドワンゴが株価が高い合併だったんですよ、うん、だからドワンゴに救われたような合併だったんですよ当初は。そうなんですね。そうなんです、そうなんです。ところがいつの間にかドワンゴは日差しを貸して母屋を取られたんですよ。そういう、まあ、角川鶴彦っていうのはそういういろんな計算をするんですよ。そうなんですね。計算をするっていうか補足ってことですよね。それで角川春樹さんが角川コカインで逮捕をされたあの、ストーリーは全部角川紬彦さんが描いたものなのね。いやもう、それそうですよ。大丈夫ですかこれ。いやダメだよ。角川紬彦さんが角川春樹さんに追放されてたんですよ。取締役を解任されて追放されてたんですよ。まあ兄弟喧嘩みたいなもんで。うん、それで角川紬彦は謀反を起こそうとしてるっていうんで追放したんですよ。で彼は株もそんなになかったので、どうやって戻ってくるかっていうのを考えた末に、最初は警視庁に持ってったみたいなんだけど、あれで、うまく取り合ってもらえなくて、千葉県警に持って行って、で、空港署でまずはカメラマンを、角川のカメラマンを、麻薬の、コカインの、運び屋をやってたと、買い付け運び屋をやってたとされるカメラマンを空港署が逮捕するんですよ、うん、で
その自白に基づいて角川春樹さんが逮捕されるんですよ。で結局株を持っていないので角川恒彦さんは角川春樹さんに、角川春樹さんがマジョリティを持っていたので角川春樹さんの獄中に手紙を書いて兄貴が2歳違いの兄弟なのね、兄貴が有罪になっても服役して出てくるまで自分に株を委任してくれれば株主総会で自分が取締役に返り咲いて直後の取締役会で代表 取締役社長になって兄貴を待ちますと。で兄貴が、何年かして出てきたら、会長でお返ししますという手紙を書くんですよ、獄中に。それですっかり角川春樹さんはまあ騙されて信じて、そうなんですよ。で、出てくるまでに結局は株の春樹さんの株の影響力は増資とかいろんなことでそがれていて、タヌキですね。でも、もう影響力がなくなって、だからね、自分はね癒しことなんかしたことないと言ってましたね。それインタビューで言ってんだよ、うん、ね、大丈夫なんですか？部下にも精神を怪我してまで仕事をさせてないと言ってんだけど、あんなに癒やしい人はあんまりいないのよ。すごいっすね。だからすごくない？これが社長ですよ。すごいっすよ、この配信は。角川これ大丈夫？角川コカイン事件で角川春樹が逮捕されて社長を辞めたのを偉くなったのは全部角川恒彦さんの陰謀なんだよ、角川恒彦の。まあそれはいいよ、いずれやんと俺は明らかにしていこうと思っているので。本人で僕ちょっと編集させてください。まあまあそれはいいよ。それでね、面白いんだよ。なんだかね、文とっていうね、文っていう字に、文って美濃和の次男の名前についてる文っていう字ね、文っていう文章の文文とって生徒のとなんだけどさ、はい、っていうのにまだ逮捕される前に角川恒彦さんがなんか ずっと書いてて、それで角川恒彦が逮捕されたらばもう大政奉還をして角川春樹さんが会長で健城さんが角川の社長をやるべきだって書いてあるんだけど、それありがたいんだけど、そんなこと書いてくれとは。いやもうそうでしょう。全くそんな能力もないしその気もないよ。それから角川春樹さんが会長でいるのに俺は社長はやれないよ。いやでも僕ぶっちゃけ、まあ、夏野さんが今社長ですけど、夏野さん社長やりつつ健城さんが裏支えになったらもう完璧な出版社じゃないですか。いや、夏野はなかなかの才人だから、能力があるやつだから、僕、本当にすごいと思うんですよ、夏野さんは。ビジネスっていう面においたら、うん、でもそのズブズブはできない。ちょっと軽率なところはあるけど、まあ俺も軽率なんで人のこと言えないんだけど、だから川上さんが、ドワンゴの川上が 5% 持っている個人の筆頭株主なんで、はい、川上がも会長をやればいいと思うんですよね。まあ、あの人も優秀な人ですか。それで社長がなすので、で新生角川をやったらいいと思うんだけどね。で源頭発射が飲み込んだらもう全ての改革が終わるんじゃないですか。いやいや飲み込めないよ。それでね、いや、やりましょう。俺それだって思いますよ。なんか歴史の終着点じゃないですか。いやいや、僕と健城さんが角川を飲み込んで、で夏野さんも別に仲いいし、そんなことは絶対できないよ。それでできますよ。いやいやいや、角川はもう本当にゲームからデジタルからアニメから
映画からもう多角的なあのエンターテインメント企業に変わっているので、俺にはそんな能力はないですよ。あ、大丈夫です、僕にあります。それはお前酔っ払ってるな、お前。でも本当に僕角川のその資料全部見せてもらって、うん、あのやっぱ夏野さんすげえなって思ったんですけど、僕はそれをちゃんとできるんで、で夏野さん社長で僕と健二さんが乗り込んでったら最高だと思いますよ。それはそんなことはありえないと思うよ。でも最後の夢として面白いじゃないですか。いや違うんですよ、5年前にある人が角川を、うん、と買収しようと、村上さんね、まあ、いいんだよお前、うるせえんだよお前。言っちゃダメやつですよ、何ですか。それでその時800億だったんだよ時価総額が。今4500、明日下がるだろうけど、調べてないけど今4500億、5000億近いと思うんだよ。だから5年前の、6倍ぐらいになってる。いや、青汁に金出してもらわないと。いやいやいや、なんで6倍になってんだ。だからちょっと結構大変なの、 51% 取るにしたって、 TOB をかけて、まあ3000億ぐらい必要なのよ。そんな無理だよ。まあ大丈夫です。何が大丈夫だよ。まあだから次彦がとりあえず落ちたんで、夏野さんは友達だし、うん、川上さんも話分かる人だし、うん、ガーシーが脅すんで、アーカイブ残せるんですか。全然大丈夫。アーカイブ大丈夫ですか。いや違うのよ、川上は変人だよ。でも川上こそ、実は天才だよ。僕もちろんもう川上さんの本全部読んでるし大好きなんですけど、僕は健二徹の物語として、要は角川で、うん、あの角川春樹についてもうでっちぼうこしてもう全てをやって生きてきた中で、角川春樹がコカインで逮捕されて、自分もあの筋を通すためにやめて、でも嗣彦がそれを策略してて、ずっとちっちゃい恨みがありつつも、自分は自分で幻冬舎というものを成り立たせた。でも心の中ではどっかで嗣彦ふざけんなっていうのはいつか導火線としてあった中で、今回の事件が、いやいや、そうだよ、ずっとっ。いやもうこれやばいっすね。いやいや、すいません、本当健二さん、やばいから、じゃあありがとうございます、すいません、ありがとうございます、すいません健二さん、ありがとうございました。三崎さんとまたゆっくり、はい、ありがとうございます。はいはい、どうもどうも、はい、ありがとうございます。皆さん、さようなら。ありがとうございます。すみません、ありがとうございました。おやすみなさい。すみません、夜分に。ありがとうございます。はい。はい。